さんこんばんは。今日はテンションコードを活用して星に願いを引いてみます。コードネームを判別できるとコード付けにテンションコードを活用して軽やかに弾くこともできます。星に願いを。基本のコードネームを理解してテンションコードを自然に身につくと演奏はとてもおしゃれになります。曲の最後をテンションコードで弾いてみることでガラッと単調な練習曲もおしゃれに変化します。テンションコードは覚えておいてとっても便利な奏法です。コード進行にコードネーム、簡単な曲をおしゃれに変装する、これはとっても楽しいことです。